皆様が住んでる地域はエスカレーターで列を作るときに右側に列を作りますか、それとも左側に列を作りますか。そこで今回ですね、関東の左側に列を作る文化と関西の右側に列を作る文化のちょうど真ん中の境目の駅はどうやって列を作ってるのか、そしてそこの駅はどこなのかっていうのが気になったので、それを調べてきましたので、そちらの映像をご覧ください。どうぞ。岐阜県の大垣駅に来ました。大垣駅、大垣まで来るともしかするともうここら辺でエスカレーターは左じゃなくて右側に乗ってくる人が出てくるかもしれないんでね、さあ大垣のエスカレーターを見ていきましょう。前原に着きました。標識の色とか変わったんで、そろそろエスカレーターがね、右と左でぐちゃぐちゃになるかなと思うんで、エスカレーター見ていきましょう。大垣行きをご利用のお客様はホームがありまして、米原で初めて混ざったんで、米原よりさらにちょっと関西寄りに来て近江八幡まで来ました。ここやんけ、ここやんけ。近江八幡で右側の人と左側の人に分かれましたね。ちょうど右と左で分かれたりしません、ここら辺の駅って。みんな左側、あの掃除のおばちゃんが左側って言うんで草津まで来ました。すごく半々だと思うんで、エスカレーターでどっちに列並びますか。もうその地域の方がそれぞれの立ち位置で立ってはると思うんで、どっちが多いかって言われるとどっちも嫌な地元の人は多分左が多いんじゃないかなと思うんです。山乗り場が始まります、ご注意ください。草津でちょうど半々だったんですけど、草津の人は確かにまだ左側にいたんで、さすがに京都はちょっと大阪寄りなはずなんですけどね。ホームによって違うわ、駅がでけえからホームによって違う。島本っていう駅に来てるんですけど、この駅が大阪府の駅で一番京都府に近い駅なんで、もうここで完全に右に移行してると思うんで、